フリーソフトウェア財団対シスコシステムズ事件とは、フリーソフトウェア財団により、シスコシステムズに対し二千八年十二月十一日より、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所にて開始された、訴訟である。FSF は、シスコのリンクシスブランド下で販売されている多くの、製品に、FSF が、著作権を所有する GNU コンパイラコレクション、GNU バイニュートルズ、 GNU-C ライブラリーなど多くのプログラムが組み込まれているにもかかわらず、同社がその利用を許諾されているライセンス条項に違反した利用を行っていると主張した。これらプログラムは大部分が GNU ゼネラルパブリックライセンスの元ライセンスされており、またグリブックなどに3のソフトウェアは GNU レッサーゼネラルパブリックライセンスの条項の元配布されている。 ソフトウェアフリーダムローセンターは本県における FSF の法的代理人を務めている。FSF はシスコに対し FSF が著作権を所有するコードを含むリンクシスのファームウェアをこれ以上配布しないようにするための差し止めを要求し、またシスコがその不法行為により得た利益すべてを要求した。シスコは法廷で主張されている問題を自社で再調査したが、 概ねライセンスに則っ,った利用がされているものと考えていると主張した。FSF は所有する著作権に属すコードがリンクシスの数種類のモデルとクイックベプンという VPN クライアントが RV、WRV シリーズのリンクシスのルーター経由で接続するプログラムから発見されたとして激しく争った。2009年5月20日関係者は 和解に至ったと発表した。和解内容は、シスコに対し、リンクシス製品がフリーソフトウェアライセンスに違反した利用をしていないかの保証を行う監査人を指定し、同社が FSF に非公表の和解金を支払う旨の内容である。ありがとうございます。